我が国日本とタイ王国だけが植民地支配をされたことのない国なんですが、今現在タイが偉いこと。共同通信2020年10月15日タイ政府デモ隊を排除、首都に緊急事態宣言、逮捕者も、反政府運動活発。記事によりますと、タイ政府は15日早朝、首都バンコクを対象にした非常事態宣言を出し、5人以上の集会を禁じ、首相府前の道路を占拠した反政府のデモ隊を排除した。警察は王室の改革を求める中心人物の弁護士アーノンってやつらを逮捕した。ただ、反政府集会は一旦終了しているため、排除の際に大きな混乱はなかった。赤い勢力が頑張ってるよね。学生を中心とするデモ隊は、首相のプラユットって人の辞任や、王室改革を要求。1万人以上が14日午後、首相府に向け、デモ行進し、周辺道路を占拠した。政府は、違法な抗議活動は国の治安に深刻な影響を与えるとして、バンコクに非常事態宣言を発令。不安を煽り、事実を歪めた報道も禁止した。やって。フランス革命やロシア革命もこんな感じやったんかな。私は、戦時中までに書かれた先人の著書って、歴史の真実をごそごそしてきた中で、ほとんどの、いや、すべての歴史を動かす出来事、革命とか戦争とか内乱とか、これは赤い勢力がやらしとんねん。共産主義者が、社会主義者が暴れとんねん。と思いました。ですから、香港のデモとか、アラブの春っていう、2010年から12年にかけて、アラブ世界において発生した大規模反政府デモとか見て、アホや、としか思われへん。ほぼほぼ、石化工作。人々に不平不満を抱かせ、けしからん言って、暴れさせようとする人たちがいる。日本では、若者が自然発生に集まったデモ、アベアメローとか、やってたやんか。パッと見、ちょっと気色悪かったんで、しっかり見てないねんけど、あんなに時間取られるのもったいないしな。いちいち語ると訴訟のリスクがついて回るし、見て見ぬふり、存在無視が安全。パッと見はなんかキモって感じで、盛り上がりに欠けてんねんけど、あれは共産党系、若者が自然発生で集まりました、とかいうやつなの。外戦車。共産党系の全労連の車を使ってたり、結局共産党系やねん。で、若者が自然発生で集まった団体、C なんとかが亡くなった後、名前変えてんけど、日本語変やろって名前になってた、なんとかのための公共、はって感じやった。参加している人たちの顔とか言動を聞く時間はもったいないなと思って全く見てないねんけど、ああいう集まりはあることを知って見て見ぬふりで関わらんようにした方がええねんで、どうせ共産主義者がやってるんやろって、知らん知らんししが大人の対応。ああやって集まっている人たちの団体名だけインプットして何を言っているかなんてもどうでもよくて、反政府運動、また共産党の人たち操られてんねんな、気の毒やんな、と見ておきましょう。今年は占い業界では200年に一度変わる年、年末に変わっていくって言われてんねんって。今後タイ王国がどうなるのか私正直興味ないんで、そこはスルーしとくんですが、石化してしまう可能性もなきにしもあらずですね。で、今年は今まで当たり前にできていたことができなくなる年。コロナのせいももちろんありますが、昨年までできていたことがことごとくできなくなるらしいんですね。これは左翼も例外ではなく、やりたい放題できていたのに今年はできないっていうこともあるんじゃないでしょうか。政府批判、反政府運動、
反米アメリカはひどいとか聞かされても、うん、ひどいね。でもうちらは日米同盟のもとアメリカと一緒に歩んでいくしかないねんでって。世界を牛耳っている大きな組織が共産主義や社会主義、資本主義を作って戦わせようとしてんねんから、資本主義で自由陣営、世の中金や言うて生きてる方が断然お得やし、共産主義や社会主義は必ず暴力がつきまとって痛いたんて嫌やんっていうことで、今後タイ王国がどうなっていくのか観察させていただきましょう。で、石化しちゃったらああはならないようにしないとねっていうサンプル見本として、生きた教材として活用させていただきましょう。